その指を見て、私のカード遊びの心は消え失せてしまった、と彼は言い、二人を殴り殺して水の中に投げ捨てました。しかし、彼がこの二匹を連れ去り、焚き火のそばに再び座ろうとすると、あらゆる穴や隅から、赤熱した鎖を持った黒猫や黒犬が出てきました。彼はしばらく黙って彼らを見ていましたが、ついに彼らが遠くまで行き過ぎたとき、彼はカッターナイフを手に取り、害虫用。 お前たちと共にされと叫び、彼らを切り捨て始めました。そのうちの一匹は逃げ去り、ほかの一匹は殺して幼魚池に投げ捨てました。